のの可能性をすて人に言こです今日は特別コラボ会暴落、会話の見極めと、2024年秋相場の戦い方というテーマで、ゲストの方を招いて、まあ、暴落時の逃げ方、会話の見極め方、まあ、そして秋口にかけて、米国の大統領選挙とはありますが、まあ、気をつけるべきポイントについて話していきたいと思います。今日ゲストはですね、この方、プロトレーダーのミスター K さんです。以前からですね、何度かコラボ動画させてもらってますが、私のようなファンダメンタルズではなく、もうチャートと出来高のみで、まあ、個別銘柄も全体試合の値動きも読んでいく。まあ独自のトレー 行っています、す、まあ、この度のですね、急落急騰相場、ミサー・ケさん、こちらも見事に対処されています。普段ですね、ご自身の YouTube チャンネルで平日ライブをされてるんですが、まあ、そのサムネを見ますと、6月後半から7月の初旬まで、日経平均の再度4万円や急騰など、まあ、上昇を予測されてまして、実際の動きとしましてもこんな感じ。そしてですね、日本株の天井が7月11日でしたが、まあ、そこからですね、1週間後、7月18日と19日に、半導体終焉、アナドールなど、下落を警告されまして、実際のですね、一度 ここからはノーポジションでひたすら下落、恐怖の下落、危険相場、慌てない、まだ下がる、危険、底練り危険、乱高下、ひたすら警告していて、そしてこちら、8月2日の歴史的な暴落など、そして8月5日もノーポジション。そんな状況だったんですが、8月7日から9日にかけて、今度は買い目線に転換して、その後はですね、撮影日まで上昇目線で、まあ見事にね、最近の反発にも乗れています。完璧にですね、大底天井じゃなかったとしても、これをですね、情報ではなく、ソー化したとできただけで読んでいます。 歴史的な暴落は被弾を回避。今日はそんなミスター・アキさんがなぜ早い段階で危険の下落を察知できたのか。逆に暴落後、まあ長期にしろ短期にしろ、買いで乗るにはどう考えたらいいのか。まあ今の相場で注意すべき点について詳しくお話をいただきます。長期投資をするにしても、まあ、業績やファンダメンタルズを見た上で、最後はですね、買われないと株は上がれませんから、値動きのメカニズムを理解する上でも大いに参考になると思います。ぜひ最後までご覧ください。ミスター・アキさんですね、この10月に来日して都内で交流会を行う予定でして、そちらの案内も動画の最後にさせていただきます。概要欄に ページを載せますので、まあ、こちらの方もよろしければ見てみてください。では美佐江さん、本日もよろしくお願いいたします。はい、お願いします。前回のコラボがですね、5月の末にやったんですけども、まあ、そこからですね、相場としては一 一旦急騰して、そして8月の歴史的な暴落があってでまた少し最近ね上がってきてるような状況ですけどもまあ、そこをですね、どんな感じでトレードされたのかっていうのを教えていただいてもよろしいでしょうか YouTube ライブの方で毎日平日お昼12時ぐらいからライブ放送をしてますので、そのですね、履歴が残ってますのでどう予測していったのかを振り返りたいと思いますまず前回はこの辺だと思うんですけどもおそらく世間では SP500 はですね、この5月こ,こで下がっていて これはもう上がらないと言われてた気がします。で、日経225もですね、4万1000到達した後に一回こう落ちてきて、で、またもうこれね、下がるんじゃないかという風に言われてた時期なんですけども、私はと言いますとですね、5月の末からですね、下落は早計と、下がると思うのはおかしい。6月3日から上昇復活。で、急ブレーキだけど、先導株が走りますよ。伸びる。6月ですね。入って。そして、アップルは上に行く。米国株はぶっ飛ぶでしょう。といったら6月の前半ですね。 s&p500 ちょっと見ますとですね、実際6月の前半、ここからドカーンとですね、4月の16日までは s&p500 がね、最高のねガーッと更新し続けた時期になりますね。日本株は下がるけど、米国株は上がるという、6月11日ですね。で、天井なのでしょうか。山だ大丈夫。で、上、上って言い始めたの6月の24、25、27。で、やっぱり上だというね。つまり6月の24日、日経平均に見ますとですね、ここですね、6月24日ですから、ここですね。もうこれは落ちるだろうと。いや、でも上だということを、 言ってたのがこれですね。6月の24、25、27、少々継続しますよと。やっぱり上。4万円もう一回行くでしょう。ここから、実際4万円ここですから、ここに向けて到達しました。でここまで,でもなかったようなですね、超急上昇が6月の末からですね、7月の11日までですね、日銀が介入するまで、ダーッとね、上がっていったわけでございまして、この時期ですね、上,上上上上でね、言っていきました。で、記憶に新しい7月11日のですね、日銀の為替介入があって で、押し目で、この時、正直私は見誤りましたけども、押し目じゃないかなとね、言いました。7月16日、日経平均で見ますと、こうですね。今考えればですね、このアイランドリバーサル、酔いの明星っていうんですけども、あまりに綺麗な酔いの明星が決まってるので、もうこれは警戒してもよかったんですけど、この時点ではですね、いや、まだ上の可能性の方があるんじゃないかっていう風に、私言っちゃってますね。でも、おかしいなって言って、 で、18日、半導体は終焉ですよと。このドスンと日。 日経が、ね、落ちたこの日ですね反動体株が一番落ちるとここからいうふうに言ったのが7月18日これは侮ってはいけないですよとで7月19日下落は続きます配運もこれどうですけども実際はダメって言ってます恐怖の下落が始まる24日危険相場26、29慌てないまだ下がる7月30ですねこの辺は日経平均見た方がいいですね7月の25、26、27、29ここでですねいやまだ下がるというふうにいつの7月30日ですね底練りは危険です。 往復ビンタはやばいですよって言ってランコンに続くからやらない方がいいっていうねだからつまりその7月18日からもうほとんどポジション外した方がいいっていうことを言い始めたんですねで、あの記憶に新しい歴史的暴落が始まったのが8月の2日、5日だったので運良く私のチャンネルのね、皆さんは無傷で終えましたという話です そして、8月7日、これ微妙だなと。本来は2番底とかね、暴落するっていう可能性があったんですけども、8月7日って言いますね。ここですよ。この日に、いや、これ上がるかもしれんと。どっちかちょっと正直わからんっていう。クリエイトド理論的に言いますと、このね、翌日とこれは変なんですね。これ上なんじゃないかっていう。で、いうのが微妙な判断、絶よと。そして、8月9日、次に上なら買うっていう。天国の情報が明確に、つまりは、上がる目柄はめちゃめちゃここから上がると。そして、下がる目柄 暴落するんじゃないかっていうことを言ってるのは8月9日でこれはこれですね9日この日ですそして次上なら買いという風うに言ってますのでで8月13日個別株天国全体は下落ここら辺からですねいい感じの個別株をガンガン買っていった例えば13チャンス過去を脱却これはですね要はボロナショップとかで1ヶ月近くでですね下落し続けたという記憶がありますけども過去のね記憶に引っ張られるんじゃなくて今起きてることを見ていきましょうと株価は対象を裏切りますからこれは下がりませんよみたいな話を言ってたのが10 15日ですねで急凍的中で次の動き一旦と上昇するでしょう強い相場上昇続くそのついていきましょういい傾向で今日取ってるのがこれですね8月28日のまだ上がると思っているというのがここからずーっと日経平均はこうなってますけども例えば58.63の藤川なんかですねここからズガーンってね上がりましたのでこういう上昇を取っていったっていうのが直近の状況ですかねまあ、なのでまとめますと前回のコラボさせていただいた時からですねこの時期は上昇上昇上昇 上場というふうにね、スティーと日経に関しても両方ともこう言っていて、7月の18からですから、ここからここまでの期間はほぼノーポジションにしてましたので、まあ、これはまほぼ食らわず持ってたとしても非常に小さいポジションですね。で持ってここからまた開業再開して今ここに至っているというそんな状況ですかね。過去を反省すると実際にはそのここの下落っていうのが日銀の為替介入でドル円を見ますとですね、162円台からですね158 ドカーンでねこの日になんかおかしいなって本当は気づくべきだったと今だったら思います気づけなかったんですけども7月の18ここでやっぱこれはおかしいということでここから見るとここまで1回12%までですねドル円が円安から円高にね触れたと、まあ、初動はちょっと気づきませんでしたけどもまあ、この時期の異常さを察知して回避することができたとまあ何より先日の歴史的なですね暴落を回避できてるのが本当すごいなというふうに思いますしでもその中でもあここは上昇転換するな ここはやばい。明らかに下落だっていうですね。まあ見極めるポイントっていうのはあると思うんですけども、どんな部分を見て判断するってきたんですかまず私の理論っていうのは、クリアトレード理論って言って、私独自の株価予測理論がありまして、で、この理論の特徴としましては、業績を見ない。ニュースを見ない。何か見るかって言ったら、このローソク足と、まあ株で言うと出来高の2つしか見ない。で、今表示されているこれは、私が作っているそのボラティリティを見るためのインジケーターなので、で基本的に移動平均線などのインジケーター もう一切見ないという、まあ、そんなスタイルなんですねその観点で何を見てるかと言いますと株式投資に参加している観客という風に言うんですけども観客の動きを逆算するっていうそういう投資方法なんですけれどもで、そうなってみるとですねやばいと思ったのはまずはこの暴落の前のこの7月の11から18ですねこれは相当おかしいという風に思いましたね日経平均がこういう状態でこれはレートで理論的にはですね 起きれない動きという風になります何が起きれないかと言いますと直前にですねこれだけ安定的な上昇をしてるんですね日経平均株価結構私たちは直線近似しますけれども直線はねピーとこう引いてみますとですね直線にまとわりつくようにこう上がってるじゃないですかそのアーチを描くわけでもなく綺麗に上がっているわけですこれは非常に安定的な上昇で毎日毎日継続的に成り行き買いが外から入り続けるということが起きなければ株価の価格決定メカニズム上ですね これは起きないんですね。過去見てほしいんですけども、非常に綺麗に直線で上がるっていうことはね、かなり珍しい。例えば、この日経駅のここを見てもですね、ここは急遽でバーンって上がってますけども、その後ね、直線にならないわけです。で、あとは、勢いが上がってらしても、一気にこうレンジになってしまったりとかですね、これ、非常にこうテンポよくずっといっ、うん 一定のスピードで上がり続けてるじゃないですかこれがかなり普通だったらですよ異常なんです例えばライブランさんで言うと新規のお客さんが毎日50人とか100人ずつ増えているってい一元んがずっと来続けているっていう状態なんですねっていうのはほとんど起きませんしかもこれ日経225ですから225銘柄の平均がこんなに安定しているわけです何かが日本株を毎日毎日買い増しているっていう状態でこれだけ安定してたくさんこう買っているっていうこの状態から 窓がすごく開いた急落して1回で終わるなにですね2回起きているこういうことはですね起きないんですね例えばラーメンサンベールで行った時に毎日毎日もう大繁盛新しいお客さんが100人また100人で来続けたのにもかかわらずある日からお客さんが激減ですっていうのが急に来ないんですよ普通はその繁盛の時期があったとしたらじゃあその100人の新規の客が来るんじゃなくてリピーターのお客さんでもってお客さん安定してるよねっていう時期があってその後客が離れて行って だんだんリピーターのお客さんもね。そのうち離れてくるからっていう風になるはず。この時期とこの時期がこんなに急激にパツーンと切り替わるのはですね。これは相当おかしいと何かがこの日から起きているという風に。 考えたんですね。ここが上がってたので、これ別に上がるんじゃねって普通思うんですけども、この上がり方と下がり方の隣り合わせる異常さっていうのがありまして、これは一回引いた方がいい。侮ってはいけない。と言ったのが7月の子ですね。ここ、侮るなと。こういう時期は一番上がってたものが一番落ちるんです。なので、一番上がってた反動体格が一番落ちるでしょう。というふうに言いまして、実際にディスコとか、ここからズバーンってですね、何年も何年もディスコは非常にね、 上がってた銘柄ですけども、その壁が、この時期、なんと45%です。日経平均がただ26%ですから、そのほぼ倍近く、他のね、半導体銘柄も、軒並み大暴落といった風に、 あったったていうのは、まあ、そんななような発想からですその人の行動、流れを見て、で、その流れが明らかに変わってる、もうそのコントラストの、まあ鮮明さが一つポイントだったということですね。でも、5日にその時の最安値をつけて、でも2日後から買いに行けるかもしれないというふうに考えていましたよね。そこのですね、ポイントっていうのはどんなところを見られたんですかここも全く同じように、いろと理論的に考えるわけですね。まずこの日経平均株価のこの大暴落、サーキットブレーカーが2回発動するっていう暴落があって、ストップ ドカーンって来てですね。世の中で言うと青汁王子が破産しそうになったりとかっていう風なことがあったじゃないですか。この日のライブって8月5日ですよ。で、ここをちょっと聞いてもらうと、こういう場合って明日上がるんですよね。っていう風うに言ってるんです。ただから買わないけどね。と株っていうのは全員暴落すると思ったら絶対に下がらないっていう原則があるんですよ。なぜかというと。絶対に下がらない 値下がるって思ったら人は売るんですよ持ってられないんですよ。よそう,いうになりますとどうなるかっていうと全員がこの日のうちに売ってしまうんです。そうすると翌日皮肉なもんでもう誰も新しく売らないんですね。新規をする人が誰もいなくなっちゃう。そうすると逆に売りが出なくなることによってですねもちろん逆の短期じゃない人たちもいますからそうすると買いが優勢になって爆上がりするということが起きます。で一回爆上がりし始めますとですね下がると思って新規で空売りしてた人たちのポジションの逆に大赤字になるわけですよ。これ空売りが 借りるって言いますけどもしかもやばいと思って買い戻すのでその買いっていのは差し値買いじゃなくて全部成り行きがになりますから全部上昇になっちゃってですねそこからはわーって上がることがあるんですそれがこう起きたのが ここまでは、これ普通なんですよ。で、問題は、翌日なんです。翌日どうなるかというと、基本的に上がらない。なんでかと言いますと、そもそも流れとして、これ、この日は下がったますけど、もともとこっから落ちたわけですね。ってことは、相対としましては、新規で買おうって人はいないんです。もともと、大口投資家はこの辺から売ってるわけですから、落ちると思っているわけですよ。そうするとこれ これだけの下落があってそんな機動的な判断をする大ーガ人シしか基本いないと思いますのでこんなボラティリティが大きい時にですねポジションは基本的に大きく持てない目線としてはそのここで含み損を持ってる人たちが逆に言うと戻ってきたやばいやばいやばいとか言って売る結果的に急騰せずに普通はもう一回下がる。 こんだけ落ちてると。っていう時に、なぜか、この日、結構上がったんですね。しかも、全然落ちそうになかったんですよ。でこれで、何が起きてんだろうな、っていう風になりまして。で、もう1日、翌日ですね。これですね。 下がががる気配がないんんでですすねもう一つ異変があったんですよ実は日経平均株価がこんだけ落ちたんですけども、S&P500 が全然落ちてなかったんですね。日経平均はこの日、この終値からこの終値まで見ますとですね、19.15%でね、落ちたんです。これ見てみますと、で、こっから落ちたんですけど、日経19%落ちたけど、SP5007.23。日経平均の半分ぐらいしか S&P500 が落ちないっていうのって、これなんかこれおかしくないっていう。普通だったら、本当にやばいと思ったら、 動しますからねで、考えたことは何かっていうと、まずそもそもなんでこんなに暴落が起きたのかっていうことをバイバイのメカニズムから考えるわけですよ。こんなにたくさん一気に売るって相当異常なんですね。人間ってそんな簡単に損切りしないんですよ。プロスペクト理論っていうのがありまして、痛みはすごくこう嫌なのでですね、損切りしないんです。だから、このくらいでこんなに切らないんですよ、普通は。じゃあ、これは正体は何かって考えたときに、これは AI だなって私は 思いましたね AI が先を読んで先を読んで,読んで結果として売った方がいいっていう判断が回転していったんだなと思ったんですよちなみに東京証券取引所の売買の8割ぐらい以上はですねもう5年も前からほとんどが BOT なんですねそしてまあ時は2024年ですからチャット GPT をはじめとして AI がねすごいこう伸びてるわけですその AI がより高精度にね判断をするという風になりますとこの加速下落を読んでですね売ったとしても全然不思議じゃないんですねそうすると起きて けど、コロンビアって1ヶ月かけて起きたことがたった。2日で起きたのが今回だとなので、翌日上がったのを見て、これは下がらんっていう風に今回は判断したっていう。まあそんな感じですかね。 ま、人の普遍的な行動もそうですし、何かそれに照らし合わせて、どうも違う動きが来てると。で、その時は、特に、例えば、為替とか、ニュースとかっていうのは、一旦置いといて、何か起きてるという風に判断をして、そこから買いとか売りの判断をしていくということですね。ここで、あの、CPI、消費者物価指数通過なら買いって書いてますけど、本当は気にしてなかったんですけど、もう買い始めてましたけど、8月14日の CPI、問題なく通過して、上がっていきました。まあ、ここはね、買い進んでいて、私もこの後もね、上がると思っているんですけども、ちなみ に言いますとこの日経平均株価が上がると思っているというよりは個別株によってはここから元気よく上がっていく株がちゃんと現れるだろうっていう予測をしているわけですねこの一連のところ説明させていただいたんですけども大事だと思っていることはですねここから勝つために常識を捨てるっていうことが結構大事だなと思います振り返れば今からですね8年くらい昔ダウ平均と日経平均のですね連動性がものすごく強かったんですね前日の夜に ダウが下がれば、日経平は必ず下から始まるんですよ。前日にダウが上がれば、必ず日経は上から始まるっていう。前日のアメリカ相場の動きの思いっきり煽りを受けて、日本株全体の動きが連動してるっていう時代があったんですけれども、そんなこと今全然ないですね。例えばちょっと比較してみますけれども、こちらは日経平均ですけれども、こちらがですね、同じ時期のダウ平均株価です。 全く違うわけですよ次はですね、業界とかの連動性がだんだん薄れていったんですね。例えば、昔だったら、あのアドバンテストが上がったら、リスコも上がるし、データーテックも上がるしって感じで、業界とか業種とかいうのがありました、昔は。今もほぼないですね。それがだんだん薄れていったわけです。で、次は、テーマ株っていうね、例えばコロナの時にマスクがとかってなるとですね、関連株がだんだん上がるっていうように連動があったんですけど、直近のこの辺の相場を見るとですね、昔あった連動 連動性相関性がことごとく消滅してるなっていうような感じなんですね今回その日経平均の暴落と先ほどの S&P500 のこの暴落の大きさが全然違うわけですっていう連動性がまず崩れてますし例えば NVIDIA がですね直近この暴落スパーンって終わってすぐ上がり始めましてですねここからまあほぼ一直線にドーンと上がっていったわけです暴落したのはここですからここねカバーしてほぼ2倍ぐらいまで上がってますけどもじゃあ日本の反動対角 は8月月日日かから8月ののままでで上がったのか代表的な銘柄でいきますとアドバンテストは8月の6日からですね。ここから下がり始めのところをまず全然超えてませんから。もし NVIDIA っったらね、こう上がってますよね。あるいはディスコ。ここから普通の銘柄と同じようにですね、ちょっとバウンだ先の話でその後下がってますから。NVIDIA はここを超えて上がっていって停滞してるにもかかわらず関係ない動きをしてるわけですねで。なぜこれが起きてるかと言いますとですね、本来関係ないんですよ。株価っていうものは、の セリと同じですからサーモンの価格が上がっていくときに、こっちでマグロの価格が上がるっていう傾向が見えたので、人間はその傾向で予測しておきたいわけです。ところが本来サーモンとマグロは関係ないものなので、連動する必要は見とないわけですね。そのことはですね、AI が分析し始めるともう明らかなんですよ。なので、AI が分析すればするほどですね、なんとなく連動するよね、理由特にないっていうのがですね、だんだんこう崩れていきまして、だって元々のって業績はね、違うわけですから、それぞれの名柄ですね、本来のことで 戻っていってるわけですそうなると AI のその先読みの方が人間よりも正確なのでどんどん動きも速くなるし織り込んでいくしっていうことになるのでですねこっからの相場は今までのなんとなく思ってきた過去こうだったよねこうなったらこうなるよねみたいなことを一旦こう忘れて目の前の株がどのぐらいこう勢いが上がっているのかとか下がってるのかってこういうことに合わせて売買をするっていうような世界観が今後必要じゃないかなっていうふうに私は思っています デトルト理論という私の理論はですね、もともとそういう発想なんですね。業績とかニュースとかアノマリーとか、いろんなことが基本的にはあんま関係ないというもので見てきましたので、まあ、今回の相場が今のところですけどね、うまく乗り切れているのかなというふうに思っています。 今まで信じられていた関連性っていうのが、まあ、よりこう、なくなってきたということですね。そうすると、例えば少し前ですと、まあ、半導体株が相場を引っ張ったりとか、何かリーダー名柄みたいなのが出てくる傾向が強かったですけども、今はじゃあそういう状況ではないっていうことですかね。まあ正直言って6月から現時点8月今日28ですけども、この3ヶ月間においてはあんまり先導株みたいな名柄が出てないなっていう感じ。どっちかと言いますと、ある時期強い名柄からどん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  バトンが渡されていくイメージ2週間ぐらいこの目が強かった次は別名にその主導権が移ったみたいな感じでバトンが短期で渡されていくイメージなのでおかしいと思ったらポジションをすぐ半分とかにしてその半分切ったものを次に上がってきてるものに移していくみたいな感じのちょっとこう機動的な売買が成功する傾向にありますねただですよ今後ずっとそうなるっていう話じゃなくてそもそも今の時期っていうのは日経平均とかに関してもよくわからない,いう時期なのでちょこれが9月10月11月12月 にずっとそうなるとは正直思ってないというかそれすらもあんまり予想しない方がいいなと市場原理的にはどこかで必ずその先導株やリーダー銘柄が現れてある種のムーブメントが発生はすると私は思ってますねまあ今後も9月10月に入っていって米国の大統領選挙ももう間近になってきますけどもまあ、この相場環境の中でまあ、現時点で個人投資家の方どういうふうにこう動いていけばいいというふうにお考えですかまずですねこの大統領選挙っていうのがアメリカの4年に1回11月になるわけです S&P500 を見ますとですね、2024年の11月はこの辺からですね、2020年の11月がここです。16年の11月がここで、12年が11月がここです。で、この2008年に関しては、リーマンショックとか色々あることがありましたのでですね、ここはちょっと無視していただいて、2004年の11月と。見てみますとですね、2016年、11月、2012年、11月ですね、2004年の11月、まあ、いずれにしても、過去一応5回は、 9月10月よりも11月の選挙が終わった後の方が非常に分かりやすいわけです。これは S&P ご紹ですけどね。今回もさすがにそんな風になるのかなって、なんとなくこう思うので、大統領選挙っていうのは、これ情報ですから、株に大きな影響を与えると私は思ってます。で、為替に関しても基本的に政治と連動しますので、大統領選挙の前と後で大きく切り替わるという風うに思いますので、前と後では繋げて考えない方がいいという風うに思ってるんですね。ってなりますと、じゃあ9月10月、ここからですね、なんだもうじゃあつまんない相場なのかな なって思うかももしれませんけどもそうではなくてですね、基本的に個別株と指数の関係というのはですね、指数が動かない時に、こそ個別銘柄は自由に動くことができるわけです。指数があんまり急騰とか急落しますとですね、全然別の理由で買いたい株があったとしても、あーなんか日経が上がったからな、下がったからなとかっていうふうになりますし、そもそも日経平均が上がるとか、SP 額が上がるってことは、何かその構成銘柄に急騰株があるってことじゃないですか。そっちの方にやっぱ目移りしていっちゃう人がいるわけですね。 と業績とかいろんなことで上がっている銘柄の上昇が阻害されるわけですだから指数っていうのはレンジぐらいがちょうどよくてですねこういう時期っていうのは独特な個別銘柄が綺麗な上昇トレンドを形成しやすいというふうに考えています例えばですね2020年の9月から11月末3ヶ月間において大きく上がった銘柄こちらの3914ジグソですけども9月は停滞してましたが10月ぐらいからで,す、ね、できたかがドンときましてですね、まあ、5000円台から始まる ままましてて月ののののででですね大統領ららいい時には倍ぐらいまで伸びていたりとかのラックスこちらも2020年の9月からですね、見てみますと、じわじわこう上がっていきましてですね、9月初頭から1.5倍になった銘柄があったりとか、こちらですね、懐かしいですね、ゴルフダイジェストオンラインっていうのなんですけども、9月のね、ところら辺からだんだん場ってこと上がってきましてですね、非常にきれいに上がってきまして、10月のね、末までですね、1.8倍になったりとか。そしてこれも本当にね、記憶に新しいですけども、断頭 ホールディングスがですね、着火しましてですね、9月のここから最高値までですね、3倍になりました。他にもログリーとかですね、こちらも2.5倍ですかね。そしてサイバーリンクスもですね、9月からまあ大統領1000万円ぐらいまで考えますとですね、2.4倍ですけども、その後もね、決算発表後上がっていた銘柄でもありますので、ここに見ると3.85%とか。まあというようにですね、どれも光った銘柄でした、その時には。わかることはですね、全ての銘柄が何の関係もないということです。全く違うテーマ、全く違う銘柄であることの方が多いと思います。 上がりりり始めるタイミングも月月だったりです、ね、10月だっったたですすねねしますけども、ね、この時期というのは、全体相場があまり活気がないということなのでですね、こういう銘柄が現れますと、目立つんですよね。そこに人の資金がこう集まってきやすいということがありますので、おそらくですね、ここから始まる9月、10月の相場も、もし全体が冴えない動きをしたのであれば、個別銘柄の光るものが現れるでしょうし、逆にもし全体の、ね、相場がアノマリー的なものを排して、すごい綺麗になるのであれば、それはもちろん先導株的なものを いっぱい現れるでしょうからですねどちらにしてもまあ、ここからの相場というのはやはり常識を度外視してですね全体のことはまあ気にせずに個別銘柄をしっかり見てここについていくというですね方針で戦うのが良くてで11月からはまたねドカーンと何かチャンスが必ず現れますここから2ヶ月の戦い方としてはとにかくこう大負けしない銘柄をねスパスパ切り替えていきながら綺麗な上昇をしている銘柄にたどり着いてそれを上がっている最中が持つ変だと思ったらどんどん降りると いう感じの9月の10月。大統領選が終わって11月の半ばぐらいからは本格的な先導株が出現するというような、まあそんなですね、心づもりでやっていくといいんじゃないかなと思っております。そしてですね、そのリアルタイムの判断であったりとか、個別メ柄ガのね、判定に関しては、毎日平日のですね、お昼12時くらいからですね、ライブ放送をやっておりますので、そちらをね、聞きに来ていただいたりとか、僕の番も残ってますので、そちらを聞いていただくと、リアルタイムのね、相場感というのを私もリスクを取ってお届けしていきますので、 で、参考にしていただけるんじゃないかなというふうに思っております。 まあタイムリーね、情報を知れますし、チャットとかで視聴者の方とやりとりなんかもされてますよね。多分数百のチャットが来ていろんな質問が来るんですけども、時間の許す限りですね、タブーなしでどんな質問にも回答するという姿勢でもって回答しています。こちらのですね、ミスター・ケさんの YouTube のリンクにつきましては、概要欄の方に載せておりますので、一度アクセスいただいて、よろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。あとですね、10月に行われる特別イベントのお知らせで、普段ですね、海外に在住されているミスター・ケイさん、この度来日しまして、東京都内で公演とですね、 投資家の交流会をね行います普段ですね、オンラインでご覧いただいてると思うんですけども、対面でですね、ミスター・ケさんにお会いできて、トレードの話を聞いたり、交流会があったり、もう充実した1日になると思います。日程が10月の5日土曜日午後から行われる予定です。なかなかない機会になると思いますので、詳細ページが概要欄にありますので、そちらの方を一度ご確認ください。なおですね、対面ですので、席数には限りがありまして、すでに8割埋まっております。なので、会場のですね、定員達し次第、締め切ってしまいますので、今日のお話を聞いて、ミスター・ケさんが対面でもお話を聞いてみようと思われる方、 方は概要欄のリンクの方から参加手続きをしてみてください今回の交流会どんな会になるんでしょうか その、まず、規模的に、私が開催したことのあるイベントで言うと、最大級になりますので、その私は楽しみにしています。で、目的意識としましては、セミナーのね、内容も2時間発ていただきますので、そこでも、皆さんに、こう、利益に資する話を練りにってしますけれども、どちらかと言いますとですね、こう、最近、株をやっている中で、特にこのオンラインの時代でもありますので、なかなか人を感じる機会がないと思います。まあ、相場はですね、毎日、まあ、アップダウンが激しかったりとか、利益も損 切り回ったりとかしてですねなかなか一人でやるには酷なゲームだと思いますけれども、まあ、会場で多くの人たちとですね交流していただいてこういう人たちが一緒に株を頑張っているんだなっていう風に感じられることはですね本当にこう毎日の株式投資をこう彩りを与えてくれると思いますしあとはですねこうオンラインの関わり合いもとても楽しいものになっていくと思いますので私自身が皆さんとこうお会いしたいっていうことがありますし皆さんと同士もですね仲間に触れる貴重な機会として 捉えてもらえればといいう,うに思いますここにあの、交流パーティーってありますけども、そんな別に大層なものはね、やりませんけれども、2時間、本当にざっくばらんにいろんな人とね、会話ができるっていうような時間になっておりますので、ぜひ、こちらのね、会場まで足を運んでいただいて、当日、私が皆さんとお会いできるのを、今からとても楽しみにしております。 ま、当日は私も伺いますし、本当に楽しみですね。ページに関しては概要欄の方にありますので、そちらの方から詳細確認の上、お手続きをしてください。それでは、動画は以上にしたいと思います。三沢慶さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。